VF53AS、VF63AS の性能を十分に発揮させ、有効かつ安全にご使用していただくために、ポンプを構成する主要部の名称やその役割を理解してください。運転前の点検事項として、 ご覧の箇所の点検を行ってください。燃料の量を点検し、燃料が足りない場合は、燃料タンクへ自動車専用のレギュラーガソリンを入れます。次に、エンジンオイルの量を確認し、足りない場合は、フォーサイクルエンジンオイルを入れます。エンジンオイルの規定量は、およそ 1.9リットルです。付属のバッテリーはシール型バッテリーのため、電解面の確認や蒸留水の補給などのメンテナンスが必要ありません。しかし、バッテリーは使用しなくても自己放電しますから、保管時には常に充電器により補充電を行ってください。バッテリーの充電は、 ポンプ側コンセントに充電用プラグを溝に合わせて差し込んでください。電源スイッチをオンにすると電源ランプが点灯し充電を開始します。充電ランプは消灯しています。バッテリーが80%以上の回復状態になると充電ランプが点灯します。 充電が完了すると、電源ランプが消灯し、充電ランプは点灯したままです。次は、排水バルブです。あらかじめ、ご覧の3箇所のバルブをすべて閉じてください。バルブが開いていますと、給水ができません。最後は、放水弁です。 放水弁ハンドル及び排水バルブが平の位置であることを確認し、空いている場合は閉じてください。放水方向はご覧のように自由に変えられます。放水方向を決めたら必ずロックボルトを閉めてください。消防ポンプはなるべく水源に近く平坦で 操作にに容易な場所に設置します給水管には異物の流入を防ぐために必ずストレーナーと透過項を取り付けてください。 給水管をポンプの給水口に確実に結合します。その後、給水管を水源に投入します。消防用ホースをポンプの突出口に確実に結合し、乾燥をホースに結合します。乾燥には規定口径の 筒先ノズルを必ず取り付けて放水を行ってください。ポンプを始動する前に、放水弁排水バルブが閉の位置、自動給水スイッチがオンになっていることを確認してください。ポンプの始動はコントロールパネルに表記されている番号順に操作します。最初に、 スロットルダイヤルを始動の位置に合わせます。次にメインスイッチを始動の位置まで回しエンジンを始動します。スロットルダイヤルを吸水の位置まで上げます。真空ポンプが作動し吸水を行い完了すると真空ポンプは自動停止します。真空ポンプが停止したらスロットルダイヤルを 低圧側に戻してください。給水完了の確認は、圧力ゲージの指針がプラス側に作動していることで確認できます。スターターモーターが作動しない場合、スロットルダイヤルを始動位置に合わせ、スターターハンドルを引いて始動してください。引きが重くなった位置から一気に引いてください。エンジンが始動したら、スロットルダイヤルを 給水の位置まで上げて手動給水レバーを引き真空ポンプを作動させてください給水完了を確認したらスロットルダイヤルを低圧側に戻してください放水開始は筒先側に合図をしてから行うようにしてください 放水弁をゆっくり開き、全開にし、放水を開始してください。圧力ゲージを見ながら、必要圧力までスロットルダイヤルを徐々に高圧側に操作します。放水を止め、ポンプを停止するときは、スロットルダイヤルを低圧に戻します。次に 放水弁ハンドルを閉じてください。メインスイッチを停止の位置にし、エンジンを停止します。放水弁ハンドルをわずかに開き、放水弁の排水バルブ、ポンプ排水バルブ、マフラー排水バルブ、排水用空気バルブを開き、完全に排水してください。排水後は、すべてのバルブ、および 放水弁ハンドルを閉じてください。最後に給水口キャップを閉めてください。運転後は真空ポンプストレーナーと冷却水ストレーナーの掃除を行ってください。リングナットを取り外し、ストレーナーを真水で洗浄してください。 ストレーナーを挿入し、カップを取り付ける際は、ご覧のようにカップを押しながらリングナットを回すと簡単に締め付けられます。海水、汚水を使用した場合は、清水を通してポンプを運転し、内部を洗浄してください。ポンプ給水口に RC ホッパーを取り付けます。 放水弁ハンドルを若干開き、ポンプ内の空気を出しながら、RC ホッパーに清水を口元まで満たし、放水弁ハンドルをしっかり閉じます。エンジンをかけ、圧力ゲージの指示が0.4メガパスカル程度の位置になるように、スロットルダイヤルを操作し、およそ1、2分間運転してください。 その後、スロットルダイヤルを低圧に戻し、手動で真空ポンプを5秒ほど作動させ、真空ポンプ排水パイプから水を排出させます。エンジンを停止します。運転後、各部のバルブを開き、水を完全に排出してください。 使用後、完全に排水を確認の上、バルブ類および給水口キャップを閉じてください。スロットルダイヤルを給水の位置にして空運転し、給水操作で真空形成確認後、真空漏れがないことを確認してください。 エンジン停止後、ポンプ排水バルブを開け、ゲージ指針が0の位置となったら、ポンプ排水バルブを閉めてください。スパークプラグの点検交換や、ヒューズ交換の時、トップカブルを取り外す必要があります。メイン電源ヒューズ、充電用ヒューズを交換する時は、ご覧のように、 下についている予備ヒューズを差し替えます。トップカウルの取り外しは、後部のラッチを上に上げ、カウルを取り外します。カウルを取り付けるときは、 全部のフックに引っ掛けて、後部のラッチを下げて取り付けます。エンジンを停止した状態で、すべてのバルブを開き、完全に排水した後、 排水用空気バルブを除くすべてのバルブを閉じます。この時、給水口キャップも取り付けてください。排水用空気バルブに付属のビニールパイプを取り付けます。自動給水スイッチをオンにし、エンジンを始動します。スロットルダイヤルを給水の位置にし、およそ5秒間、ポンプ内部の水滴集積のため、 空運転をしてください。不凍液の入っている容器に排水用空気バルブのビニールパイプと真空ポンプから下側カバーを通って出ているビニールパイプの2本を入れます。自動給水スイッチが オンンンの状態でエンジンを再始動します。スロットルダイヤルを給水の位置にしエンジンが自動停止するまで運転を行ってくださいエンジンが停止したらメインスイッチを停止の位置にし排水用空気バルブを閉じてください次に放水弁ハンドルを閉じ放水弁のボール部にもオイル差しなどで 不凍液を注入しておいてください消防ポンプを揚水ポンプとして使用する場合には必ず揚水用ノズルを使用しご覧のように根元摂取とパッキンの間に揚水用ノズルを入れて エンジンを負荷から保護してくださいこの場合ホースの先端に筒先ノズルをつける必要はありません詳しい取り扱いの方法はポンプに付属の取り扱い説明書もしくは頭髪のホームページより取り扱い説明書を合わせてご覧ください